2024年辰年除雪スタートしました。思いつきで作業した配線がごちゃごちゃしてますが、気にせず LED テープを光らせます。明るい時間帯ではデイライトと言いますね。湿った重い雪が10センチちょっと積もりました。ブロワーを使うかブレードを使うか悩みどころ。悩んで出た結論は、両方やってどっちが良いか検証する。とりあえずブレードで押してみる。全身最高速度で突き進んでみました。この重い雪でも突き進むブレード除雪、最高速で除雪できるのでラップタイムは1位。今度はブレードとブロワーの対決です。それでは、分身して同時スタートしてみます。ブロワーはオーガのシューターも回すので、この湿った重い雪ではゆっくりと除雪しなければ、雪が飛ばずにシューターが雪詰まりします。エンジンへの負荷も大きい。ブレードならあっさりとゴールに到着です。ブロワーでは前方確認しながら雪飛ばす方向を見たりと、速度調整したりと何かと忙しい。ブレードは待ちきれずまた走り出しました。雪像の亀の近くを通ります。まもなくブロワーもゴールです。これだけ時間差があります。 YT660両者ともブロワーを行います。結局ブレードでこぼれた雪をまた除雪するので、雪を飛ばす場所があればブロワーの方がきれいになり、同じ場所を何度も往復することもないわけですね。影分身お疲れ様でした。今日の状況ではブロワーの勝ちかな。ブロワーでやると綺麗だね。雪の壁作り。シューターのワイヤーにも注油しようね。
道路沿いの除雪は夜よりも昼間はもっと怖い。夜なら車のヘッドライトの明かりが見えるので、ちょっと V ターンのため道路に出たら車来てびっくり。車に雪を乗せたりもして飛び越せるんですが、そういう時もありますね。車の横もギリギリ狙って除雪して雪壁を高くしています。とは言っても今年は雪が少ないので、いや、雪が少なすぎるので壁が不要かもしれません。ドアの開け閉めするために除雪機2台分あれば余裕。この緑の棒は車が落ちないようにの目印と、駐車の時バックでここまでの目印と、下から除雪機で削れるのはここまで目印、硬いものに当たらないように目印立っています。ガラコーシャー液を吹いてみた後でしたが、効果があるかどうかは聞かれたら、ないね。